マグヌス・ノーマンは、スウェーデン・ベルムランド兼フィリップ・スタード出身の元男子、プロテニス選手、テニス指導者。ATP 自己最高ランキングは、シングルス2位、ダブルス133位。ATP ツアーで、シングルス12勝を挙げた。2000年全仏オープン男子シングルス準優勝。2000年ローママスターズ優勝。2000年テニスマスターズカップ出場。現在は、 スタンワウリンカのコーチを務める。マグヌス・ノーマンがテニスを始めたのは8歳の誕生日に祖母からプレゼントとして贈られたテニスラケットがきっかけだったという。1995年にプロ入りし、1997年にツアー初優勝を果たす。ノーマンは1999年、2000年に年間5勝ずつを挙げ、この頃がキャリアの最盛期だった。 2000年全仏オープンには第3シードで出場し、決勝までは順調な勝ち上がりだったが、ブラジルのグスタボ・クエルテンとの決勝戦では2から6、3から6、6から2、6から7のスコアで敗れて、準優勝に終わった。とりわけ第4セットは1時間半以上を要したが、長いタイブレイクで粘り切れずに、3年ぶり2度目の優勝を目指したクエルテンに押し切られた。その結果、 ノーマンはスウェーデン人選手として1988年のマッツ・ウィランデル以来12年ぶりの全仏優勝を果たすことはできなかった。この後、ノーマンのテニスキャリアはあっけなくしぼんでしまい、2001年以後はツアーで優勝できなくなった。2002年にジャパンオープンテニス選手権で来日した時も決勝でデンマークのケネス・カールセンに6から7、3から6で敗れて、 準優勝に終わり、これがノーマンの現役最後の決勝進出になる。膝などに多くの故障を抱え、2003年9月にキングフィッシャー航空テニスオープンのトーナメントに出場したのが最後の舞台になった。2004年2005年は全く試合に出場できず、ついに2005年10月28日、広告の首都ストックホルムで現役引退会見を開いた。 引退後は、テニスコーチとして活動しており、同郷の後輩選手であるロビン・セーデリングの、専属コーチを2010年まで務めた。2013年からは、スタンワウリンカのコーチを務めている。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。